午前7時ごろ、奈良市の近鉄大和最大寺駅前の安倍元総理銃撃現場に全国の知事ら21人が訪れ、元総理の死を悼みました。民主主義を守らなければならない。その礎としての地方自治をぜひとも守らなければならない。その後、奈良市内で開かれた全国知事会議。毎年2回、 全国の知事が一堂に会して行われてきましたが、新型コロナの影響でリモート開催が続き、対面での開催は実に3年ぶりです。主な議題はやはり新型コロナ対策。先週から過去最多の感染者数を更新する日々が続いていて、積極的な意見交換が行われました。 4回目の接種でございますけれども、ぜひともあのエッセンシャルワーカーをはじめとする皆さんにです、ね、あの接種を希望する方も含めて、本日の緊急県議に、この接種をです、ね、追加をお願いしたい。いつまでもこの二類相当といったもの結ような、結核のような扱いをしているということによってです、ね、保健所は全部その入院調整から健康観察、そして外出式をやらなきゃいけないと。 会議では爆発的に広がる BA5 に対し現在の基本的対処方針では的確な対応が困難だとして国に対し新たな方針を示すよう意見することを決めました一方でこんな議題も大阪関西万博を世界とつながりそしてそれぞれの地域で稼げる そうした地域活性化の絶好の機会として捉えていただきたいと思っております2025年に開催される大阪関西万博です吉村知事は万博に向けた機運を高める必要があるとして全国の知事に協力を求めましたあの経営させてもらってるあの横断幕があるんですけどもあそれあの あのお幕ですかね、ちょっと分かりにくいんですけど、あの横断幕を各都道府県の皆さんにプレゼントしますので、あのいらないといっても、強制的にお渡しをいたしますので会議では、大阪・関西万博推進本部を知事会に設置することも決定しましまた力強いです、もう大阪、関西だけじゃなくて、これは全国の万博なんだということを広めて、あの素晴らしい万博にしたいと思います。 吉村知事は一致団結して万博を盛り上げその効果を全国へ波及させていきたいとしています。